俺は鉄。こんにちは。どうも。キャンプ場で働いてる。予約した久米です。はい、久米さんですね。ご予約ありがとうございます。注意事項などご説明しますね。はい。俺はこの仕事を気に入っている。 C1 にテントを張ってください。あとこちらの許可証は車かテントの方に分かるようにかけておいてください。ではキャンプ楽しんでくださいね。ありがとうございます。でも元々俺はキャンプなんかに全く興味がなく、大学時代にサークルの先輩ソラさんが家族で経営しているこのキャンプ場にみんなで遊びに来ることになり、その時もいやいやついてきたのだが、いやキャンプいいっすね。大自然の中でする焚き火とかこんないいと思わなかったっす。でしょ、最高よね。実家がこんなところ経営してるとか本当幸せ者よ。まあね、でも経営するのも楽じゃないけどね。そっか、いろいろあるのね。俺もキャンプ場で働いてみたいな。え、じゃあうちで働けばいいじゃん。え、いいんすか。聞いてみるよ。そんな縁で大学時代は長期休みにこのキャンプ場でバイトをさせてもらうことになり、去年大学を卒業してからは本格的に働き始めた。哲くんお疲れ。そらさんお疲れっす。工事が新しく整備してる場所の手伝いしてほしいって哲くん呼んでるから行ってくれる？私受付変わるから。了解っす。よろしく。昨今のキャンプブームもあり、うちのキャンプ場はそこそこ繁盛していた。この枝を一緒にトラックに積んでほしいんだ。太いやつはチェーンソーでカットするから。わかりました。鉄くんがいてくれて本当に助かるよ。貴重な男手だよ。それならよかったっす。ソラの両親もこのキャンプ場を俺たちに譲る気満々で、そろそろ引退するってあまり仕事にも来ないし、世代交代ってやつっすね。ソラさんは大学卒業後すぐに浩二さんと結婚し、本格的にキャンプ場を切り盛りし始めていた。俺もここが好きだし、実を言うと就活もしたくなかったから雇ってもらってありがたかったっすよ。それはちょうどよかった。ここ数年でキャンプもブームで盛り上がってきてるし、ここも俺らでもっと盛り上げていきましょうよ。ありがとう、頼りにしてるよ鉄くん。あっせ、この週末もすごいお客さんでしたね。ほんと忙しかった。お客さんもなさで結構投稿してくれてるし、この調子だと来年もすごいことになりそうだな。新しい場所の整備急がないとっすね。何もかも順調に覚えた。そんな矢先。どうなん。はい、朝起きたら外に出していたモブピークのランタンと焚き火台、あと椅子も3脚なくなってたんですよ。全部で10万はするのに。お客様、もし見つかった場合はすぐにご連絡いたします。ですが当キャンプ場盗難に関しては一切責任を負えず申し訳ありませんが、ギア類は全て自己責任で管理の徹底をお願いしております。それじゃあ投げ出入りしろってことですか。そんな、盗難すか。たまにあるのよね。でも一応うちでは責任を負えない。自己管理を徹底してください。注意事項に書いてあるからね。まあ確かに夜中にギアを外に出しておく方も悪いですよね。でも同じキャンプファンとして許せないっす、大事なギア盗むなんて。本当よね。しかしその日以降もランタンとダッチオーブン盗まれた。つい外に置きっぱなしで戻ってきますかね。外に置いてたのか、ちょっと難しいかも。今度から気をつけてくださいね。そんな、盗難は日に日に増えていって、今週だけで5件だよ。しかも高いブランドのものばかり。こうなったら防犯カメラをつけるしかないか。そうだね。俺やるっすよ。お願いできる？鉄くん。最後の1個よし。防犯カメラを設置したり、盗難については一切責任を負えないので、貴重品はしっかり管理してください。テントに鍵をつけるとか、そういったことも対策としてした方がいいかと思います。そんな物騒なの？鍵とか持ってないんだけど。まあここんとこちょっとすんません。お客さんに注意喚起したりできる限りの対策をした。しかしそれでも盗難被害はやまず。ソラちゃんまた悪いレビュー書かれてるよ。うちの評判は少しずつ落ちていった。もしかしたら犯人お客さんじゃなくて外部の人間かもしれないですね。土地勘のある。俺今夜から1時間おきに見回りしますよ。でもそんな毎晩は。俺このキャンプ場が好きなんです。このまま評判だけ落ちていくの見ていられないっす。いつくん、その夜。誰だ。すみません、こちらのキャンプ場にお泊まりですか。はい、テントなら向こうに張ってますよ。エンジン、一体どこに行ったかと思ったわよ。モブちゃん、おっす。どこって大地に水をまいてたんだ。
だ、ただの酔っ払いかよ。キャー、え、どうしたんですか。テントが、テントが切り裂かれてる。え、入り口は鍵かけてたのに後ろからやられた。手を打っても手を打っても手口はどんどんエスカレートしていき、そしてついに。デツくん、ごめん。謝んないでください。キャンパーからの苦情や遠のく客足に赤字が続き、キャンプ場を閉鎖することになってしまった。こんなことになってしまって申し訳ないんだけど、鉄くんは今後どうするの？俺はキャンプ場が好きなので他のキャンプ場で働きたいです。そんでいつかこのキャンプ場がまた再開できる日が来たら、ここに戻ってきたいです。ここが俺の原点だから。鉄くん、その後ソラさんが俺に気を使ってくれ。テツくん、その後ゴミ片付けといて。はい。俺はソラさんの知り合いのキャンプ場に雇ってもらえることになった。半年後。私はソラ。キャンプ場が閉鎖して絶賛へこみ中ながらも再開を目指していろいろ模索中。どうしたものか。もしもし柳さん、どうしたんですか。盗難が多発してる。そうなんだよ、ここんところ多くて。犯行は防犯カメラにも映ってないし、それにテントを切り裂かれたりとか結構ひどくなってきてて困ってるんだ。なんかうちで起きた盗難と似てる。もしかして同一人物が犯人かも。とりあえず今度見に行きます。そっち翌週ブーン、なんとか犯人にたどり着ければいいけど。とりあえず柳さんと落ち合ってからキャンプ場回って偵察しよう。そんで一応防犯カメラを。トエー、もしもしコーチ、今から私の言うもの持ってきて。どうしたのソラちゃん。いいからお願い。その夜。ねえねえソラちゃん、あの突然キャンプしようって、僕たち外にも出ないでずっと真っ暗なテントの中にいるだけなんですけど、ランタンとかも外に置きっぱなしだよ。シャラップ、もうすぐわかるわよ。私たちのキャンプ場を閉鎖に追い込んだ犯人が。けてるね。行くわよコージ。こらー、もう逃がせないわよ。あんたが犯人ね。ちょっと待ってソラちゃん、鉄は入っとけって言ったでしょコージ。すいません、ちょっと間違えました。ソラちゃん、この人が犯人。あれ、こちらこそすいません、人違いです。誰だ？観念しろ！鉄くん？ここコージさん？お久しぶりです！あとどうしたんですか、こんなところで！そのランタン、うちの。嘘だろ？いや、違うんです！もしかしたらこれ以前ここで盗まれた盗品かもしれなくて！チェックしようかと。ほうほう！そのランタン、私の名前が書いてあるんだけど！とりあえずどういうことか説明してくださる？すみません、すみません、つい出来心で。許して、ソラさん。言い訳無用、ソラさん。その後、警察に引き取られた鉄は、私たちと柳さんのキャンプ場で常習的に盗みを働いていたことを認めた。盗んだものは全て遊ぶお金欲しさに振りまされたなどで売りさばいていたとのこと。あの日なぜ犯人が分かったかというと、柳さんのところへ行った時に、鉄くんが人気のないテントの周りをうろちょろ物色してるのが見えて、もしかしたらってピンときたの。でもまさかあの鉄くんがね。本当それ、東大元暮らしとはよく言ったものね。スタッフだし、ましてや大学の後輩でしょ。大ショック、人間不信になるわ。まあソラちゃん、気を取り直して、もう少しで新しい人面接に来るよ。本人も逮捕され、キャンプ場再開の目でもついた私たちは、新たな一歩を踏み出そうとしていた。趣味は国会議事堂です。キャンプは興味あるよね。ありません。採用。ありがとうございます。ソラちゃん本気だ。